着せ上げたのぞ、着せラジ。新時代はこの未来だ、世界中全部やりたいことやってしまえば、やめてしまえ。どうも皆さんこんにちは、木瀬あげ太郎です。ラジオといえばですね、やっぱゲスト好きものだと思うんですけれども、前回ね軽く触れたボビーボブ君ね、今回来ていただいているのでちょっと紹介したいと思います。それではボビー君お願いします。こんにちは、ボブイボブだよ。今日はねゲストに招かれたってことで ASMR やってるんですけど、どうかな。はい、わかりました。もう何の前触れもなく歌を歌って ASMR をやるラジオということでね、もう極まってきましたけれども、決まっちゃったね。このチャンネルで初めてね ASMR をこういう形でやるとはね全く思わなかったんですが、ボビーさん今日よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。まあボビーさんのことをねよくわからないっていうね人がねこの世の多分 120% ぐらいだと思いますので、ね、だからね優しい返事もあったところでね、紹介っていうか、まあ、エピソードを交えながらね、紹介していきたいななんていうふうに思いますね。はい。はい、じゃあ、俺が、もう、いろいろ、おっぴろげになっちゃうってこと、ああ、もう本当にもうすべて、銀行の口座番号も、マイナンバーも、もう全部ね、話していただこうかななんて思ってるんですけれどもね。じゃないね。怖いよ。こういうの初めて、優しく、してね。いやー、はい、それでですね、私たちのね、声が上ずりましたけど、あの関係性としましてはですね、高校の時にね、初めて知り合いましてですね。そうで高校の時からねボブイ君っていうのは結構光るものがあるななんていうふうに思ってたんですけど、いや休憩時間中になんか一人でニヤニヤしてるんですよね。それで、なんでニヤニヤしてるのかなと思って近づいてみたら、めちゃくちゃ金玉がでかい人が出演してる AV を一人で見てて、あ、こいつはちょっと将来ね、伸びるタイプだな。将来でかくなるタイプだな、こいつは、と、その時から思いましたね。あの時はなんでこう、金玉がでかい人の AV を見てたんですか？ん？ボブわかんないのら。ボブ殺して。わかんないのら。普通に今法がなかったらぶん殴ってましたけどね。まあこういうちょっとね、わからないのらとこうとぼけちゃう、そういうアイドル性ちょっと求めてるんですかね。そういうことですか。いやまあでも、いやちょっと金玉に戻っていいわ。ああ金玉に戻りましょう。なんか普通に好奇心があって、あの時は、まあ授業中に見るなって話だけどさ、まああるよね。いやでもな、多感ですから。思い出してきた。あれだよな、確かさ、クラスの陽キャがさ俺んとこ来てさ、ボブやべえの見てるぞってなってさ、ね、めちゃくちゃなんかこう典型的な絡まれ方してる。そう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 。クラスの陽キャに、おい、ボブやばいの見てんじゃんつって、携帯取り上げられてね。あ、俺はって言って、ね。それはってなってね。いや、もう本当にビビったわ。くっそ、やられたわ。もう本当に、クラス中に、ボブは金玉がでかい AV を見て、授業中にニヤついてるってなって、もうね、焦ったね。ね。あれなんか結構聞くとね、8割ぐらい偽物らしいよね。ああ、そうなんだ。なんか玉の作り物みたいなのやって、そのチンチンみたいな作り物にホースで、なんかその精液みたいなのをこうホースからバーって出してるみたいな。え、あ、そうなんだ。そう、らしい。なんか病気とかなんかそういうのなんかなと思った。っていうのも。まあ、でも無理だよな、ていうか。まあ、なんか物理的にあの量って出ないだろうし、ね。無理だよね、確かに。あれってなんかものすげえ量出るもんね、だってね。やばいくらい出るよ。もういつも。どんくらい出てんだろうな。リッターでもうね。リッターなん、そうそう。車走れるんじゃないかって感じで。いや、本当に。確かにそう考えるとな、あれ。そう。でも、多感な時期ってそういうの見るからね。まあ確かにね。いや、まあ、おもろいやん。それはそれとして学校で AV 見ようとは思わないけどね。でもなんかさ、AV がこう、もう結構見ることに慣れてきて、一周回ってきた時期だった。そう、それでなんか本当にこう、もう、おもろいやつを探してた時に、はい、すっごいと思って。ね、何これ何これと思って。ね、いいよ、パチッつってこう。そしたらもうね、もうおもろくてさ、普通にもう笑っちゃったもん、なんか見てて。AV をお前、面白として消費すな、お前。
AV を。いやでもね、本当に普通に興味がかったね、あの時は。まあまあまあ、うん、まあ我々のね高校時代なんていうのはいろんなね、うん、ジャンルのやつがバンバンスカスカ出てた時期だったから ね。そう、そういう結構ね性にね対して非常に前向きなボブ君なんですけども、うんうん、その通り。印象的な、ね、エピソードとしてはもう18歳になったらあの18禁コーナーとか入れるじゃないですか。はいはい。いやなんかあの、ね、高校卒業したらすぐにあのねドンキの18禁コーナーに走ってでオナホールを買ったっていうのはね、私の中で非常に印象的なんですよね。いやまあね、やっぱ入りたかったんだよ、俺は。ね、どうなんだろうって思わない。そう、なんかさ、あれって。そう、いろいろ店行ってさ、うん、18ののれんがあるわけよ、やっぱ。はいはいはい、なんか、そういう本屋とか行くとさ、うん、え、このお酒は、どんなになってんだろうってずっと思ってたわけよ。そう。でも、合法でこう、そういうとこに入れるってなったら、それはおめえ、ま、なあ。入るけど、うん、それはおめえって急になんか江戸、うん、江戸っ子みたいな。江戸っ子18禁の話しなくてもいいけど、うんうん、そう、わかるわかる。わかるけど、なんかあの時ってさ、なんかほら、迷信とかって結構さ、エロってさ、うん、つきまとうじゃん。迷信？なんかこう、これ、この回数しこると、うん、ああ、赤い玉出ちゃうみたいな。赤い玉出て終わりとか、うん、なんかそういう本当か嘘かわかんない話って結構エロって多いじゃん。うん、で、なんかオナホールも俺同じだと思ってて、うん、なんか今思うと全然違うんだけど、うん、なんかその時高校で言われてたのは、うん、なんか天下には中にプラスチックの細いなんか棒みたいなのが入ってて、うんうん、そのえ入れるとそうだから尿道に入る尿道に入るからだから気持ちいいみたいなやばいじゃんそれ言ってるやついて、うん、えその拷問器具じゃんそんなんと思ってだから俺オナホールって本当に怖いもんなんだなって、うん、怖っ、そんな初めて聞いた思ってたから、うん、俺だからもうオナホールとかは絶対ちょっと無理だわって、オナホールはみんな尿道を貫くものだと思ってたってことでも一応今もう30歳にさだいぶ近い年齢になってきたけどさ、うん、そんなもの見たことないよね、うん、そうそうそう、そんな感じでまあ結構性にね非常に深い人物、うんもう変なまとまり方した年間何本 AV 見てるかわからんみたいな、いやそれはねどうだろうね、ね、うん、虎の穴とかもめっちゃ開いてる、うん、そういうのにね非常に造形が深いボブ君ではありますけど、ね、まあ、あとはまあ僕の共通点で言うとね、あの遅刻多いっすよね。あーもうなんかね自分で言うのもなんだけどね、うん、社会人としての何か欠けてるねマジで。いやーこれ僕もそうなんですよ、本当にね、マジで、うん、なんかそれに関して何も思わなくなってきてるっていうのも怖いよね。いやそうそうそう、えこれさすごい気になるんだけどさ、うんうん、あのボブ君の怖い先輩がいたとして、うん、関係性的に怖いなって思う先輩がいたとして、うんうん、その先輩とかの約束ってさ、うん、遅刻したりする、それとも絶対遅刻しないようにしようみたいな。いやもうそれは遅刻しない。あしない、あのてかね、あの、うん、やっぱ遅刻するっていうのはね、うん、なんかやっぱその遅刻しても大丈夫、ギリギリ大丈夫だなって時に遅刻するから、ね、本当にやばい時はもうめっちゃアラームかけて起きるよ。そりゃそういうことなんだね。で例えばさ、なんかこういうさ、まあ、アゲさんと遊ぶ時とか、うん、いやちょっと悪いけどさ、うん、ぶっちゃけ遅刻してもいいじゃん。まあまあそういうのね、30分とかさ、かっちりするとこっちもねなんか嫌だからね、切迫感あってね、まあ、人によってはさ、いやダメだろって思うよ。でもまあまあ人には、ね、それもわかるし、うん、あれなんだけど、でもその遅刻しても、うん、ちょっとその機嫌が向こうは悪くなるだけっていうかいやなんか例えばさ、例えば仕事でさ、そんな、うん、仕事で遅刻すると回らないとかさ、はいはい、まああるわね、あいつが来ないといけないとかさ、うん、あるわけじゃん、それ。あるある。なんかそれをこう天秤にかけた時に、うん、すやーって寝ちゃうね、うん、さあボブ君と俺のね、あの集合時間でめっちゃ好きなのが、あのボブ君が出て LINE でなんか30分ぐらい遅れますみたいな、 LINE、うん、した10分後ぐらいに俺がその30分後ぐらい遅れますみたいな LINE を俺がしてで、そのまた20分後ぐらいにボブ君があと10分遅れますみたいな LINE して結局なんか最終的にね、最初に集まる時間よりも2時間ぐらい遅かったっていうのがね、結構あるんだよ。結構あるよね。そう、あったねっていうか、そうそう、うん、これまあ大丈夫かなって思うから、うん、あでもね、うん、俺ボブ君とちょっと違くて、うん、俺の場合はね、あの見積もりがね、うん、うまくできてないところがあるんだよね。なるほど。なんか15分ぐらいじゃ絶対できないか、うん、もしくは15分でできてもめっちゃギリなのに、あと何分ぐらいで来れるみたいな言ったら、あ、15分ですって言っちゃうみたいな。ああ、いやでもそれ俺もある。そう、30分って言っとけばめっちゃ余裕持っていけるのに、うんうんうん、あ、15分で行きますよ、うん、みたいなやつとか。わかる。
そう、あとなんか、その集合時間まであともうほんと残り時間少ないのに、うん、あ、でもなんかあれやっときたいな、みたいな感じで、うん、めっちゃギリギリまで作業しちゃうみたいなね。いや、でも同じだわ。そうそう。うん、それで結局遅れるってなるよね。わかる。そうそうそう。まあ、なんだろうな。やっぱ向いてねえんだろうな、俺ら。向いてない。社会人。社会向いてないですよ。うん。あとまあ、こういう遅刻が多い人にね、言えることは、スマホをいじるなというね。そうそう。スマホいじると、ね。急いでるときに。そうそうそう。ああ、確かに。遅刻する確率がめっちゃ跳ね上がるからね。うん、なんなら俺、やべえときなんて遅刻しそうなのに、よいしょとか言って、ベッドでスマホいじる。本当に。もう、もういいや。無敵じゃん。そう。そう、まあ、そんなね。もう高青年という言葉ではもう覆せないいろんなところを挙げてきましたけど、こんなボブくんね、たまにラジオとかゲーム実況出ますので、あ、皆さんよろしくお願いします、はい、ね、ボブくんも何か一言、ね、やっぱりはーいということでね、ボブがこれからあげたろうなちゃん、あげちゃろうなチャンネルとかでマイゲームとかするから応援してくれよな。サンキュー。はい、それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。